で今度の写真は54ページの左下の方に出ているものです。綺麗な空気、綺麗な水、柔らかいソファーもベッドも無用、岩の腰掛けに石を敷き並べたベッド、そして弱木マウナ。まあ綺麗な空気、綺麗な水、それはラマナ・マハルシがね、若かった頃はたっぷりとあったわけなんですね。まあ今はラマナ・マハルシのアシュラムはもう街みたいになってますんでね、膨大な郵便物が毎日全世界からやってくるような、まあ、郵便局もそのおかげで繁栄したしね、で街みたいになってしまってるそうです。結構騒音もあるということですがね。まあこれ見ますとちょっと山の丘の上の方ですから、空気はまあ綺麗なように思われますしね。でそういう岩に腰掛けて一休み散歩したら一休みって、まあそんな感じ。あとあるのはマハルシの弱木だけ。まあそれこそ自然にマッチした姿だと思うんですがね、おそらく自然がまあ残されてて、まあ自然っていうのは具体的には綺麗な空気と綺麗な水だと思うんですが、そこにまあそういう自然現象界が表された元のセルフを隠しした人がこのように人間の姿、簡素な姿でね、怒っている。それがおそらく地上の楽園じゃないかと思うんですね。最も美しい聖なる場所じゃないかと思うんですね。それに引き換え今のお寺や教会とか見てごらんのね、都会にねゴミゴミしたところに大きな建物が入って、で家族関係や病気やで悩んでいる人たちが出入りして真理を隠していない坊さんとか牧師さんたちが説教する。ですからまあそれ自体がなんか病院のように思いますね。僕には、あの教会とかお寺さんとかが病院みたいに思われますね。このラマナ・マハルシが腰掛けているところは周り見たらいかにも空気が爽やかでね、水も美味しいだろうなって思うしね、平瀬の水どころじゃないと思う。簡易水道もなかったんだから、泉や川からね、汲んだ水ですから。それが一番美味しいんですよ。一遍溜めるとね、どうしてもまずくなるんです、水っていうのは。流れている状態、湧き出ている状態のが一番美味しいんですよ。僕も平瀬に引っ越した頃は川水、ね、いや、とのお隣さんから分けてもらって飲んでましたけども、美味しかったですね。で週に一度みなべ川に畑に来て、簡易水道みたいなのを水飲むと軽き臭くてもうみなべの水飲めないねって僕言ってたの。それでもね、大阪に出ていて講師会やってホテルに泊まって蛇口の口つけて最初飲んでみたの。そしたらみなべの水の方まだましだなと思ったのね。下には下があるということですね。ですから綺麗な空気、綺麗な水求めるなら、なるべく山の方に人少ないところでギリギリの人里ねがベストなんですけどもね、まあ、それ以上行くと猿とイノシシの世界で僕らがお邪魔虫になりますんでね、ダメなんですけどもね。まあ綺麗な空気も水もなくね、頭にあるのはギクシャクと回転する不良ハードディスクで、このマハルシとは全然違う世界に僕は住んでるんだなと思いますけれどもね。まあ今でも下脱してなくてもそういう暮らししようと思ったらできないことはないんですが、全てを捨てなきゃいけないですよ。皆さん持っているもの全部捨てたらそれに近い生活はまだできますけれども、おそらく自信もないだろうと思う。まず健康面で大丈夫かしらって皆さん This body の心配をするんじゃないかと思うんですよ。
まあ、体に関しては体自体が病気だっても話言ってるようにね、まあ細胞の塊ですから、で細胞一つ一つっていうのは生まれた時からも遺伝子として病気の遺伝子が組み込まれてるんです。それが出れた出ないかだけなんです。出ない人も、運よく出ない人もいるしね、あと若くして出る、まあ気の毒な人もいるし、年取ってからなる人もいるしね。でそれらがどう解決されたらいいのかっていうのは、最初治療すると難しいんですが、最初から治療しないでおけば自然界を表した力が一番解決してくれるんです。ぼかし場、ほかし場見てごらんなさい。いろんなもの皆さん積み重ねるでしょ。放っておくと一番いいように解決されてぼかしになるんですよ。そこにね、EM 菌入れようとかね、いろんなもの入れてしょっちゅうひっくり返しなんだりやってるとね、自然なぼかしにならないですよね。ただ最初に治療して、まあ手術したり薬飲んだり注射してもらったりってやると、それら残りますので、放っといてもいいっていうわけにはいかなくなるんです。薬なんか飲みますと必ず脊髄に溜まっていくんです。脳脊髄の脊髄に。ですからもうすでに毒を持っている場合には、それはやっぱりその方面で治療が必要になるでしょうね。僕はもう薬飲んでないので何があってもね、放っておいてるんですが、まあ、途中まで例えば肥料やって育ててね、もう肥料がいそうだって言って突然ね、肥料やんなくしたら枯れてしまうんですよ。自然の方の福岡正信さんがね、お父さんからみかん農園何単か受け継いで、で肥料とか農薬とかやんない方がいいんだってやって、放っといたら全部枯れたそうですだって今まで仕送りしてたの、仕送りしなくなるんだから餓死して、親が行ってみたらアパートで餓死して死んでましたって自立できなかったんだなぁなんて、すごい最初からね、肥料やんないで自分でやっていくんだぞってやれば自分で稼いでやっていくんですよね。ですから最初に人工的にやった場合には、ある程度自然に近づけるまで補助金出していかないといけないわけね。でだんだん減らしていってね、これから日本政府がやるように補助金減らしていくわけなんですね。じわじわって、そうすると補助金来なくなるんだから、なんか工夫しなきゃいけないで、自分で収入を得る道を考えなきゃいけない人たちも、母子家庭とかあれこれあるでしょ。最初からはもう補助金とかなしでやってる人は、まあ自分で入った分だけで支出して生活やればいいんだっていう考えきちんと持ってますので、すでにね。で補助金もらってとか、あるいは親にたくさん小遣いもらってる人は、欲しいもの買って、必要なもの買って、で次来ないっていうことを考えないで、自立できない精神のまま生きてるのでね、来なくなると慌てふためいてダメになっちゃうわけなんですね。ですから情報に関しても入力と出力ね、五感を通じて入力したものは僕たちの口とか手とかを通じて出力できますが、入力したものを出力するすればいいんだけども、入力してないものを出力すると、それはまあ奇弁とか詐欺とか言われるわけです、世間ではね。あるいは言ってみても何も迫力も何もないわけなんです。で入力したものを出力すればいいかっていうと、その入力した場合の質が問題なんですね。何を入力するのかしたのかって。ですから入力するときから取捨選択が必要だっていうことなんですね。親とか学校からはもう嫌おうなしに入力がやってくるわけなんです。入力されるべき情報がやってくるでしょ。刷り込まれちゃうわけですから。で、それでは、まあそれが先入観念、固定観念の元なんですが、それでは幸せになれなかったんだっていう場合には、出力しない方が良くて、出力しないで、まあぼかしみたいにしていけばいいんですが、その後さらに入力が必要なら、まあ僕ならラマナ・マハリシのね、こういうのを入力するわけですし、場合によってはティク・ナット・ハン先生とかイーシュワラン先生から入力すればいいんだしね。ということで、最初人工的な
情報の刷り込みを受けて先入観念、固定観念が溜まってしまっているなら、それを解読するための知恵の言葉を入れなきゃないんですね。知恵の言葉っていうのは、まあ、今までに入ってきてしまった自分の囚われの原因である先入観念、固定観念と置き換え可能な情報っていうことです。置き換える、置換するっていうんですか。皆さん、テキスト入力したりホームページ作ってると、まあこの語をこの語に置き換えるっていう検索、それから一括置換機能っていうのあるのご存知かと思いますがね、これではまずかったっていうのをね、置換していけば正しい文章になるでしょ。まあ、例えば置換すればいいんだなって入力するでしょ、コンピューターで。そうするとエッチな置換の方に入力したとするでしょ。全部文章内に全部置換置換ってなったとすると、後で、あ、これはまずいって気がついたら置き換える方に置換すればいいわけでしょ。全部直せば正しくなるわけでしょ。それと一緒でね、先入観念、固定観念と置換すべきものを得ないと置換できないわけですから、置換するものは何かってね、自分にとって何かっていうことです。例えば、世話しない生活をしていた人は、英科学イシュワラン先生のね、発展プログラムとか、ティク・ナット・ハン先生のマインフルネスという考えに置き換えていけば、だんだん、時間にね、追いまくられるのではなく、時間をゆっくり使うというふうに、生き方を変える指針ができますでしょ。まあ、でも実践していかないと、身についた癖っていうのはなかなか治りませんけれどもね。でも、徐々に置き換えていけば、マインフルネスの方向に近づいていけるわけなんですね。まあ、そういうことから皆さんの現在の生活で嫌だっていうんなら、置換すべき目標設定をね、持ってそれを積極的に毎日入力し直さないといけない。一遍入力してもなかなかね、身につきませんので、それで繰り返しが必要なんですね。それで修習、修行の修と習う修習っていうのは、繰り返し繰り返しやるっていう意味ですね。練習曲を繰り返し繰り返しやって、指のトレーニングするようなもんでしたね。それがアビアーサね、ヨーガスートラの一緒の14節か15節、そのあたりに出てきたアビアーサ、修習、学習。A, B, H ね。アビアーサ。アビアーサ。繰り返し繰り返し行うトレーニングね。集中。学習。という、反復学習ということですね。それによってしかトランスフォーメーションっていうのは起きませんのでね。変容っていうのは起きませんのでね。まあ、恵まれている人は一回の置換で全部置換できるかもしれないし、汚れと一緒ですから、衣服についた染みね、放っとけば何日かしてから洗ったのではなかなかね、落ちないけども、ついた時にすぐにね、汚れを落とせば落ちやすいでしょう。それと一緒ですね。まあ、古いものは何度も何度も、洗濯しなきゃないということですね。じゃ、このところはここまでにしておきましょう。